まだ柵は開けねえのか。もう少しじゃ、辛抱せえ。さよ、今出て行けばイニエサ様が妖力を失う時を奈落目に教えるよな。私、行くわ。カゴメ、油断すんじゃねえぞ。静かだわ。父上、琥珀、今日こそみんなの仇を討つ。待ってましたよ、奈落。我が手にうがたれし、お前の呪い。西明星。死ね。足を投げ払って動きを止めましょう。キララ、ヤツの腹の下にも。こんな時に何すんのさ。失礼。ついじゃない。どいつもこいつもたるんでやがる。もう我慢ならねえ。お待ちくだされ、今ここに。うっせ。伸びつぶれ。奈落。てめえの相手はこの俺だ。今です、イニエシャ
様、鉄災がで結界を切り裂くのです。ああ、ではガミョン。結界が消えてくわ。おお、さすがはイニア社じゃ。王子様、右を頼むよ。承知しました。ふっか。のかけらはどこだ。あの背中。よし、我が肉体の一部となれ。何度切っても同じことだ。やかしい、今粉々にしてやる。サンゴ、クズどもが。観念しろ、ナーク。風のクズ、いけ。真の像が戻った。ナラク死んだ。姉上、やったか。ついにナラクを倒したのか。尻尾。ん？ほれ。う、うわあ！よく見ろ、尻尾。ん？うわあ！風穴が消えた。カンナ、こんなところに何があるって言うんだよ。カグラ、あなたの望み何？そんなの決まってるだろ。自由さ。私は風なんだ。おい、望み叶えてくれる。わからないのかい？私はもう自由を手に入れたんだ。
ナラクが死んでくれたおかげでね。はあ、弱った。富士の山はどっちじゃ。こんなに暗くなっては見当もつかむ。こんなにゆっくりできるのって久しぶりね。ねえ、カゴメちゃん。ん？カゴメちゃんはこれからどうするの？私はやっぱり四魂のかけらを集めなくちゃ。奈良くんの持ってたかけら見つからなかったし。四魂のかけらを集め終わったら、そしたら私はここに来る必要もなくなっちゃうのかな。サンゴちゃん、琥珀くんも探さなきゃね。奈良くが死んでどうしているか。きっと大丈夫よ。四魂のかけらを探していけば必ず琥珀くんに会える。サンゴにはオラたちがついてるぞ。うん、ありがとう。おお、天女じゃ。天女が弱みをしておる。もし、そこのお方。誰だ。このようなところで何を。あら。やっぱりあんたか、このスケベ方針。あ、いやいや、誤解です。私はお二人を危険から守ろうと見張りを。お前が一番危険だ。待て、サンゴ、早まるな。なんだ今の。犬屋さん、おつまみ。クワバラ、クワバラ。この世に生きとし生けるものすべて消し、トワの夜を我が手にせん。誰だあんた。わらわは天空の姫カグヤ。鏡の無限城。カグラよ、お前の自由など束の間の幻に過ぎぬ。だったらどうだって言うのさ。見せてやろう、とわの自由。叶えてやろう、お前の願い。カンナ、暇つぶしくらいにはなりそうかい。会うことも涙に浮かぶ我が身には死なぬ薬も何に変わせん。これは時の帝が詠んだ歌です。もうかぐや姫に会うこともないので、その悲しみの涙に浮かぶほどである私にとって、こんな不死の薬など何の意味があるのだという意味ですね。帝はその後、日本で一番高い駿河の山でその不死の薬を燃やしてくるように家臣たちに言いました。以来その山は
富士と呼ばれ、今の富士山の語源になったと言われています。じゃあ今日はここまで。次回までにこの竹取物語のレポートを提出すること。カゴメちゃん、終わったよ。キリン、レイ、宿題か、気が重いな。だいたい中学生にもなっておとぎ話のレポートなんてやってられないわよね。でもね、紫式部が竹取は物語の親だって言ってるのよね。古典の中の古典ってわけか。でもさ、ずいぶん勝手よね、かぐや姫って。求婚してきた男たちに無理難題って振っちゃって、挙句に帝まで振っちゃって、結局は月へ帰っちゃうんだから。そっか、かぐや姫って月に帰ったきり戻らなかったのよね。私はいつまで行ったり来たりしていられるのかな。そういえばカゴメちゃんにも貢ぎ物している人がいたわね。は？さて今日は何くれるのかな。やあ、イグダシ。お、噂をすれば最近よく学校へ来るようになったんだな。ええ、まあおかげさまで。これ飲んで体もっと丈夫にしてくれよな。ありがとう。これで今週の日曜日なんだけど、暇かな。一緒に遊園地に行こう。今度はすっぽかしはなしだよ。姉ちゃん、姉ちゃん、そうた、どうしたの。犬屋さんの兄ちゃんが。どうかしたの。ううん、なんでもないの。じゃあみんな、またね。赤い服着て怪しい人に間違えられちゃったらどうするの。そんなこと言ったって。もううるさいわね。お座り。え、犬夜叉、なんで。なんでじゃねえ。おっせえから迎えに来てやったって言うのに。お姉さんがチョコをくれるんじゃないの。だからなんだよ。私だってゆっくりしたいわよ。そんな暇はねえ。一刻も早く紫紺のかけらを探すんだ。だいたい紫紺の玉がああなったのはもともとおめえのせいなんだからな。分かってるわよ。分かってねえ。こんなこと言ってるから私も喧嘩ばっかりなんだから。紫紺のかけらが揃ったらいつでも返してやら。そんなこと言って、どうせ私がいなきゃ何にもできないんでしょ。だってそうでしょ。自分たちの愚かさをよく見なさい。なんだと。だこと、カメ、ザトロ、なんだか、くそ、参考です。やめなさいか。目立ってるよ、姉ちゃん。それが竜の首の玉か。そうか、奈落と入れ替わりに現れたこの邪気の正体、見届けるか。我
が弓の力は竜わらば、ふと居殺して首の玉は取り天。まことかと吉手みつれば事の葉を、飾れる玉の枝にぞありける。あと三つ。次はどれにする？ひねずみの衣、犬やじゃ。あいよ。何やってんだ？ん？せっかく取ったんだから、これをこうして。ああ？はい、出来上がり。はい。なんだよ。これを肌身離さず持ってるの。で、どうなるんだ？願い事が叶うようになるの。え？それはもう紫魂の玉をしのぐほどの効果があって。嘘つけ。こんなもん俺死んでもしねえからな。いいじゃないそれくらい。私がいないとダメなくせに。なんだとは。どうしたの犬よしょ。この匂い、まさか。何よいきなり。間違いねえ、奈落の匂いだ。奴はまだ生きてたんだ。来たね。てめえだったか、カグラ。奈落の敵討ちにでも来たのか。奈落、そういやそんな奴がいたね。もう今は関係ないさ。じゃあ何の挨拶だ。風神の舞。カグラ、龍蛇の舞。しまった。手に入れたよ、ひねずみの衣。なん？満月。限りなき思いに焼けぬ川衣、たもと乾きて今日こそは決め。何者だてめえは。我が名はカグヤ、永遠なる夜の支配者。カグヤだと。俺に何の用だ。イニエシャ、下がってろ。こいつヤバいぜ。わらには見える、お前の内なる願い。暗黒の心に支配されし誠の姿、醜い獣。何ほざいてんだ。そっから出てきやがれ、風の傷は。何？そうか、だったら直接叩き切ってやる。龍蛇の舞。爆竜派。何？カンナ、愚かな。なんだ？あっ。
シャ、あんたも落ちぶれたもんさね。女に守られるんだから。あの小娘、あの娘だけ時の流れが違う。いいのかい、ほっといて。望みのものは手に入れた。名残なく、もゆと知りせば川ごろも、思いのほかに起きてみましょう。ついに奈落を倒したか。お前の父も祖父殿もきっと喜んでおられるじゃろ。だといいけどな。それでお前、これからどうするつもりじゃ。奈落という宿敵を倒した今、私に課された使命はもはやたった一つ。諸国の美しいご婦人方の心の支えとなり、手取り足取り年頃に。サンゴがここにいるはずないか。どうした。いえ、男子たるもの、この恐怖からは一生逃れられぬものでしょうか。どれ、わしが手相を見てやるか。これはお前、あと3日の命じゃぞ。あと3日なんてな。あ、冗談冗談。ところで弥勒よ、お前の祖父宮津法師様が残した遺言状じゃ。奈落を倒した子孫に渡せと言われてきた。今頃みんなどうしてるかな。そうだね、急いで帰ろう。どうした、キララ。キララ、よこせ。そんなダメだ。柔らかそうな肉じゃの。桃の肉は俺な。おいじゃ目玉じゃ。
ここで何があった？あやかしが現れて村の人たちを。あやかし？これを住職様に渡されたものです。仏の御石の鉢。あやかしはこれを狙って。私に預けてもよいのか？私もあやかしかもしれんぞ。あなたは悪い人には見えん。おい犬夜叉、弥勒とサンゴを置いていくのか？紫紺のかけらの気配はどっちだ？ねえ犬夜叉、まだ怪我も治ってないんだから。つべこべ言わずに探せ。さては犬夜叉、お前カグラたちに負けたんで落ち込んどるんじゃろ？うるせえ、黙ってろ。落ち込んどるのか？落ち込んどるのか？静かにしろって言ってんだろ。犬夜叉、何か用か？って決まってんだろ。身ぐるみそっくり、ここへ置いていけ。それがし、今大事な使命を帯びておる。他を当たってはくれぬか？貴様の後でな。邪魔だ。おい、ちょっと待て。俺たちの前を素通りしてただで済むと思ってんのか？おい、やめておけ。今日の犬夜叉は機嫌が悪いな。笑わせんな。俺たちもご機嫌斜めなんだよ。悪いことは言わ、今のうちに謝ってしまえ。もう遅え。なに、やめた、マネを。助けていただき、かたじけない。本当助かり申した。あ、北条くん。いかにも拙者、北条は秋時と申すもの。ひょっとして北条くんのご先祖様？ところで礼と言ってはなんだが、これを。ありがとう。健康に良いそうだ。召し上がれよ。やっぱりそうだ。そなたも一つ。ああ、みかんだ。綺麗ね。何これ？大事な家宝が。北条くん、それは？我が北条家に伝わる天の羽衣でござる。天の羽衣って、あの有名な？さよう。ではそれがし、急ぐ旅へ。失礼いたす。あいた。あんなやつ、この時代では生き残れんぞ。ま、食ってくれ。こいつはどうも。最近ずっと満月が出てるだろう。ええ、アシラの仲間は毎晩どんちゃん騒ぎです。実は50年前にも同じことが起きたんだ。50年前？俺のじいさんの宮津法師が毎夜毎夜満月を出現させる太刀の悪い妖怪を封印したらしい。太刀が悪いって奈落のことですかい？奴は死んだ。ってことは旦那の右手に風穴はねえってことですか？ああ、まあな。それでな、ハチ、見に行こうかと思うんだ。そんなことでオイラを呼びつけたんですか？毎日満月だって誰も困らないでしょ。宮津じいさんの遺書にはこう書いてある。そのもの、明鏡止水にて時を止め、生きとし生けるものすべてを滅ぼすであろう。私と一緒に行ってもらえるな、ハチ。おい、弥勒、こんなタヌキ当てになるのか？大丈夫ですよ。ハチはこれでも忠義に熱いやつですから。ふん、冗談じゃねえよ。そんな危ない仕事誰が引き受けるかっての？私の頼みが聞けないというのですか？風穴のねえ旦那なんか怖かねえよ。
散歩でもしながら相談しましょう。ちょっとその辺を歩いてきます。ほどほどにな。どうしたのです？さあ。哀れな定めじゃ。ふざけんじゃねえ。今までどれだけ世話してやったと思ってんだ。ハチが心よく引き受けてくれました。うん、二人とも気をつけてな。はい。いいねんな、どちらへでもお供いたしやす。また満月が出てる。一体何が起きているんだろう。これは、琥珀。大丈夫？起きて。ここは妖怪退治屋の里、私たちのふるさとさ。ふるさと？そうか、まだ全部思い出したわけじゃないんだったね。すみません、サンゴ様。いいんだ、気にしなくて。奈落は死んだというのに、まだお前は解放されないのか。父や仲間を殺した忌まわしい記憶から、言葉だけがポツンと浮かぶんです。でもすぐに苦しくなる、胸が潰れるみたいに。いいんだよ、無理しなくて。ゆっくり時間をかけて思い出せばいいんだ。用があるのはそいつが持っているツバメの小屋貝さ。お互い奈落から解放された身だ。仲良くしようじゃないか。おとなしく渡せば命だけは助けてやるよ。琥珀、開いこと。龍者の舞。これ中は？足大丈夫？俺よりもあの小安貝を。何なのあれは。あれが奴らの手に渡ったら。渡ったら封印が解ける。
弥勒の旦那、この墓はひょっとして。ああ、じいさんの宮津法師の墓に間違いない。あの老師、宮津様のお知り合いで。年を経て波立ち寄らぬ墨の絵の待つかいなしと聞くはまことか。あと一つ仏の御石の鉢か。今夜も満月かの。その方が俺には都合いいぜ。うまい、こんなうまいものを初めて食したぞ。ねえ、北条くんはこれからどこへ行くの？見ず知らずのあなた方に話すわけにはいかぬ。実はそれがし、富士の河口にこの羽衣を捨てに参る途中なのです。羽衣？羽衣ってあの天女の？さよう。これはその昔我が北条家に献上されたものです。何でも不老不死の天女の持ち物であったとか。以来家宝として大切にされてきましたが、ある日徳の高い法師が訪れ、こういう予言を残して去って行きました。もし夜ごと満月が現れることあらば、すぐに羽衣を富士の河口に投げ入れて燃やすべし。さもなくば天下に大いなる災いをもたらそう。そしてここ数日は満月、法師の予言が現実となった今、羽衣は一刻も早く捨て去るべきです。けっ、うさんくせ。その法師の言ったことが本当なら、一体どんな災いが起こるってんだ。それがしもそこまで。うわ。お月様と羽衣といえばかぐや姫だよね。確か満月の夜、迎えに来た天女たちに羽衣を着せられて。何？かぐやだと？確かに奴は災いの匂いをプンプンさせてやがったかな。死に玉を食らう死人の巫女か。いつ見てもおぞましいね。答えろ、すべては奈落の思惑か。まだ死んだ奴のことが気になるのかい。死んだ？どうした、受け取らぬのか、望みのものであろう。ずいぶん素直じゃないか。お前とは違う。相変わらず薄気味悪い女だ。まあこれで全部揃ったんだ。感謝しとくよ。この村には恐ろしい言い伝えが残っておりましてな。ある日村の泉で天女が水浴びをしておったそうな。それを見ていた男が木にかけてあった天の羽衣を盗んでしまった。その話ならあっしも知ってますよ。確か盗んだ男と天女は夫婦になるんでしょ。この村の言い伝えは違います。羽衣を盗まれた天女は怒り狂い、関係のない村の者まで次々と殺してしまったのです。
折りよくそこへ宮津法師様が現れ、天女を命鏡という鏡の中に封じてくださったのです。それは本当に天女だったのでしょうか。天女を語る妖怪だったのでは。しかし男が盗んだ羽衣は本物だったと聞いております。その天の羽衣、今でもこの村にあるんですかい？いえいえ、今はもうどこにあるのやら。では天女を封印した命鏡とやらは？それなら宝来の玉串と共に祀られております。迷いの森、命鏡の祠に。梅雨の光をだにぞ宿さまし、小倉山にて何求めけん。眺める月は格別よ。約束だよ。本物の自由とやら見せてもらおうじゃないか。いや、あ、あと一つわらわには必要なものがある。ねえ見て見て、かぐや姫は求婚してくる相手にいろいろと無理難題を言うんだけどさ、その中にヒネズミの衣があるの。ほら、宝来の玉串、辰首の玉、仏の御石の鉢、ツバメの小安が、それにヒネズミの皮衣だって。だからあのかぐやってやつ、犬夜叉の着物を狙ったんじゃないのかな。いい雰囲気じゃな。儚い恋であったか。なんじゃお前、カゴメに惚れておったのか。湯気の向こうにカゴメ様の姿を見たときは、天女が舞い降りたかと見まごうた。はは、お前か、あの時の覗き男は。これ誰にも言うでないぞ。では今からお前はオラの家来じゃ。え？ねえ、おとぎ話の中のかぐや姫って本当は月に帰りたくなかったんじゃないのかな。ああ、なんだそりゃ。あ、流れ星、願い事しなくちゃ。ねえ、この耳を教えてて聞こえた祈り。ねえ、ミヤシャ、今でも妖怪になりたいって思ってるの？当たり前じゃねえか。今だって十分強いのに。くっ、うっせえな。俺は妖怪になる、そう決めたんだ。余計な口を挟むんじゃねえ。でもね、私思うんだけど、犬夜叉は犬夜叉のままで、ずっと汎用のままでもいいんじゃない？私は今のままの犬夜叉が好き。くだらねえ。くだらないって何よ。少しは真面目に聞いてよ。なんだよ犬夜叉今。だからなんだよ。なんじゃこの季節に桜とは奇怪な。な、何？今はとて天の羽衣を着る折ぞ、君を哀れと思いいでける。そっちから出向いてくれるとありがたいぜ。またそなたたちか。よくよくつまらぬ者どもと縁があったものよ。
天の羽衣はどこじ？天の羽衣？そこか。させぬかよ！オンコロコロセンダリマトウギソワカン。なに？邪魔立てするでない。イニエシア！なんだ？弱いと思ったら、そなた汎用だな。だったらどうした？おお、それぞまさしく天の羽衣。ナウマク三万ボダナン爆音ならちゃう。え？カズヤ！小賢しい。浜の矢。面白い。犬夜叉を離しなさいよ。バカ野郎、引っ込んだろ。やってみるがいい。言ったわね。オンカラカラビシワクソワカ、オンカラカラビシワクソワカ、オンカラカラビシワクソワカ。死なせはせん。それよりそなたわらわのしもべにならぬか。さすればそなたの望み叶えてやろう。ふざけんな、今すぐこいつを発せ。娘はわらわが預かる。待ちやがれ、カゴメをどうする気だ。意志あらば我が無限の城まで来るがよい。てめえ逃げる気か。くそ。おい、無限の城ってのはどこにある？そんなことわかるわけがなかろう。あの、あ、普段の奉仕が我が家に残した言葉にこういうのがあります。天女の居城は元巣の海にあり、さすれば何人も近づくべからず。なあハチ、じいさんは何だって風穴で吸い込まなかったんだろう。そりゃ決まってますよ、旦那のおじい様でしょ。きっとその天女すっごい美人だったんですよ。かぐやか、早く会ってみたいものだ。懲りませんね、旦那も。ここが祠のある洞窟ですかい。え、先客がいるようだ。動くな。ちょっと待ってください。皇子様、どうしてここへ。サンゴ、会いたかった。
ちょっと奉仕様、何するのさ。嫌だ奉仕様、離れてよ。ああ懐かしいこの手触り、ああ懐かしいこの痛み、久しぶりですね、サンゴ。奉仕様も相変わらずみたいだね。おかげさまで。琥珀が無事でよかったですね。うん、記憶はまだなんだけどね。ない、鏡も宝来の玉串もないようですね。琥珀の持っていたツバメの小屋住まいも神楽に奪われた。厄介なことになってきたようですね。弥勒の旦那、そのツバメのなんとかも封印を解くためのものだったんですかい？そうだ、あのかぐや姫が望んだ5つの宝物は陰陽五行の要素、木火土金水を意味しているのだが、その5つの中にあるヒネズミの衣って、もしかしたら犬夜叉の着ているやつじゃないの？だとすれば相番やつと顔を合わせることになるでしょう。湖に城が、なんという邪気だ。月と時共に満ち、悠久の無限、今宵の宴いざ始まらん。ということだ。さっきより邪気が強くなって、その者明鏡止水にて時を止め、生きとし生ける者すべてを滅ぼす。森の向こうが光っとるぞ、行くのかイニヤシャ。やはりここは一つ危険には近づかぬ方が良いのでは。下手な心配すんじゃねえ、てめえらはそこで待てろ。イニヤシャ、まずいぞ。ひとき、もしここで妖怪に出くわしたら、オラたちは一巻の終わりじゃ。は、承知。気をつけろ、ハチ！ハチ、大丈夫か？傷は浅いぞ、ハチ！
水の中に何かいる。現れたか、汎用。ごめん！無事か！犬夜叉。犬夜叉。犬夜叉！傷が消えている。さすがは天の羽衣の力。我が望みが叶う。カメ、今助けに行ってやっからな。少しだけ踏ん張ってろ。犬やっしゃ。なんだ。うわ。これは。やっぱり来なければよかった。全部まとめて爆流派でぶった切ってやる。こうバラバラに攻めてこられちゃ爆流派が使える。これでわらわは無限の力を手に入れた。やっぱりあんたみたいなエセ天女に天の羽衣も間に合わないね。くそ！仲間同士なら攻撃できねえだろ！うわっ！してきやがった！そうか、胴体は一つなんだな。あいつを叩き切りゃ。犬夜叉、あとはお前に任せよう。どんな足の目を食ったぜ。
なんだ、もうやられちまったのか。個体操な見てくれの割にあっけない。あんたのエセ天女の化けの皮もだいぶ剥がれてきたみたいだね。エセ天女、やっぱり本物じゃなかったんだ。カンナに聞いたよ。あんたもナラクと同様、他の肉体を取り込んでその力を手に入れる妖怪だってな。あんた天女を食ってその不老不死の力をまんまとせしめたんだろう。不老不死のその体、さぞかし奈落が欲しがっただろうね。汎用風情が汚らわしい。あんたの汎用嫌いも相当なもんだね。でもね、私も奈落から生まれた女、あんたのお守りにもそろそろ飽きちまったのさ。ほう、何か余興を見せてくれるのか。あんたの魂を抜いちまうってのはどうだい。カンナ、どうしたのさ。愚か者めらがわらわの魂を抜き取れるとでも思っていたのか。なぜわらわが羽衣を求めたのか、それを今教えてやろう。アビラウンテン万運たらく切りくわく明鏡止水の方。このようなもので本当に傷が治るのか。カゴメちゃんの道具には不思議な力があるからね。いやしかし、今日ほど尻尾が頼もしく見えたことはありませんよ。たまには役に立つこともあるんですね。アキトキ、そいつの包帯はきつくな。はっ、あ、ででででででで、ひどい、褒めたのに。そうは聞こえん。おい、アキトキ、膝に絆創膏貼れ。はっ。尻尾、この人は誰なの？あなた、どこかでお会いしたような。さようか。気にするな、紹介するほどの男ではない。お、何やっとるんじゃ。ミロク、これがないといささか落ち着きませんで。左手だとうまく書けぬか。来たな、犬夜叉。だが邪魔はできぬ。時の流れに身を任す者どもよ、空虚なる無限の彼方へと消えよ。犬夜叉、来ちゃダメ。明鏡止水の方。かぐやの明鏡止水の方。時が止まるってこと。来る来る。もうダメじゃ。もっと、ほらもうすぐ。
これはカゴメちゃんの薬箱。おそらくカゴメ様の道具には時の結界を張る力があるのでしょう。目にしみる。ちょっと大げさすぎるんじゃない？そうですな。麗しき我が永遠なる夜よ、もう誰の邪魔もない。まだ終わっちゃいねえぜ。犬夜叉、そなたなぜ動ける？そんなこと知るかい。あのペンダント、もういらないって言ったくせに。今までの分まとめて返してやるぜ。醜き汎用の小僧など最初からここには来ていない。幻。これが合わせ鏡の夢、幻、鏡の中の無限城。イニヤシャ、無事だったんだね。カゴメちゃんは？かぐやの城の中に連れてかれた。城はどこへ消えたのでしょう。見てみな、ところでイニヤシャ、そのみっともない衣の袖どうしたの？なぜ私を殴る？うるせえ。この中か。琥珀、え、琥珀、行くぜ。琥珀、よし、オラも。オラまだ痛いげな子供なのに。待て。みんなどこじゃ。わざわざこの鏡の中まで来ようとは物好きな。ちょっとあんた、時を止めて何が面白いわけ？過ぎゆく時を愛おしく思うのはお前たち人間だけだ。こんなとこ死んだってお断りよ。案ずるな、そなたはわらわが苦労てやる。そなたの持つ巫女の霊力と時の結界を結ぶ力は我がものとなるのだ。かぐや！犬夜叉！みんな無事だったのね。カゴメちゃんの薬のおかげだよ。当時わらわのしもべになる気になった。しまった、見てられませんな。成敗。恩主でマリママリマリシュシュリソワカサゴ。三魂です。
たぞ、ミロク。見よ、犬夜叉。そなたの心に救う暗黒の魂を。何をほざいてやがる。これこそそなたが真に望む姿。その願い、ワラーが叶えてやろう。オンボージシッターボダハダヤミオンサンマヤサトバンオンガボギャービンシャナマカボダラマンハンドマジンバラアリアリアミナウクサンマンダーバダラダンゼンダーイヌヤシャイヌヤシャー夜こそワラワが支配する世界、闇こそワラワが欲する力。鏡の中のそなたの本性を今こそ解放するのじゃ。犬夜叉、妖怪に変化し始めたの。しかしいつもと様子が違いますね。ダメ、変化しちゃダメ。見ろ、鏡の中の犬夜叉、変化が解け始めた。これこそがそなたの本性。望むままに真の妖怪となるがよい。人の血などこの鏡の中に永遠に封じてしまえ。どういうことじゃ。妖怪に変化してしまったら最後、永遠に半妖には戻れないってことですよ。なんじゃと。でも犬夜叉はもう自分で変化を止められるはずだろ。ここは鏡の中の世界です。心の闇の支配が強くなっているのではないでしょうか。それってただの凶暴な化け物ってことか。さよ。鏡を壊せば止められる。姉上、犬夜叉、しっかりしなさい。カグヤに心を打って私たちを忘れるつもりか。それでよい。闇の力を解放してこそ真の自由を得ることができる。カゴメ様、犬夜叉にはまだ迷いがある。だが私たちではダメだ。止められるのはカゴメ様しかいない。今ほど風穴を愛しく思ったことはない。犬夜叉、ダメダメ。紫魂のかけら、シッポーちゃん、お願い、私の紫魂のかけらを取って。わかった、ビンゴと私に投げつけてちょうだい。おう、それ犬夜叉、やめて、お願い、変化しないで。何をしても無駄じゃ。こやつの持つ人の心は全てこの鏡に閉じ込めた。もう半妖には戻れぬ。カゴメ、離れろ、殺されるぞ。私は半妖のままの犬夜叉が好きなの。今のままの犬夜叉が好き。犬夜叉は犬夜叉のままでいいんじゃない。私は半妖のままの犬夜叉が好き。どうした犬夜叉、何をためらう。オンボージシッタボダハダヤミ
どうしたら変化を止められるの？修羅の獣を解き放て、その小娘の肉体をわらわに捧げるがよい。犬夜叉、ずっと一緒にいたいよね。何事？大丈夫なのね。カゴメ。バカ野郎、無茶ばっかりしやがって。お前のためにもう少し汎用でいてやる。やだ、皇子様、やめて。変な気起こさないでよ。サンゴ。愚かな。望みを叶える機会を捨てるとは。いざ、我が胸に。琥珀、大丈夫かい？アホじゃ。半妖がわらわに刃を向けるとは身の程知らずめ。ネズミの衣が元に戻った。おお、風の傷だ。なに？てめえも奈落と同類か。それなら話はたやすい。どうした、琥珀？肩が熱い。そんな。カザナ。なんじゃと？ご覧見ろく、早く封印せんか。離れて。姉上、琥珀。何が起きてるの？まさか。そのまさかみたいだぜ。琥珀、しっかりしろ。逃げて。嫌だ、もうお前を一人にしたくない。死別以来だな、神谷。ナラク、そなた死んだのではなかったのか。死んでいたさ、お前をおびき出すためにな。一時的に過小体になり、私の風穴を消したのか。ひどい、何のためにこんなことを。イニシャ、ナラクはカグヤを取り込むつもりだ。邪魔はさせん。待てよ、今奈落から切り離してる。逃げろ、サンゴ。離して、皇子様。お前まで奈落に取り込まれてしまいます。奈落の野郎は。ダメよ、琥珀君が一緒なのよ。待って。我が肉体の一部となれ。醜い体でわらわに触れるでない。女びら運転も女見れた体勢から生む。
ラウンケンオンガロリキャスワカオンサンザンタクスワカ。奈良がどこだ。死んだのか。いいえ、死んでません。きっとどこかに隠れているのよ。くそ、高みの見物か。我々がかぐやを倒せば、奴はその肉体を取り込み永遠の命を手にする。逆にかぐやが勝てば我々を厄介払いできる。どう転んでも奈良には都合がいい。思えば我々は初めから奴の手のひらで踊らされていたというわけです。ごちゃごちゃうるせえぞ。犬夜叉、二人とも片付けりゃ問題ねえだろ。まあこれで私も存分に風穴を使いますがね。手出すんじゃねえぞ。かぐやは俺が倒す。この程度でわらわは倒せぬぞ。しっぽちゃん、お願い、弓に化けて。弓？じゃが矢がないぞ。いいの、早く。この まずい。オンガビラウンケン、オンガミルタ帝星から鏡が光っとるぞ。奈落を吹っ飛ばしたやつだ。うわー、余計な真似すんじゃねえ。そう言うと思いましたよ。オンマイタレイヤソワカ、オンカガカキサンマエイソワカ。また来る。イリアシャ、まともに生きとやられるぞ。もうせえ。今再び永遠なる闇へと消えよ。くわえ爆流波。その技は通用せぬ。消えた。犬夜叉、すぐ来るわよ。待ってな。正面からやるしかねえ。行くわよ、しっぽちゃん。おう。ごめん。カモは、オラのことを気にせて撃て。カセドは、消えた。それ式の力では押し返すことはできぬぞ。行け。霊力を持つ娘よ、
わらわの新しい肉体になれ。カゴメ！カゴメちゃん！ナラク！来い、カグヤ。カゴメ！クソロー！大丈夫か、カゴメ。カゴメちゃん、琥珀。我々も急ぎましょう。でもどうやってここから出るの？奈落の後を追えば地上へ戻れると思いますよ。大丈夫よ、もういないわ。ほら、あれをご覧。城が消えていくぞ。見て。ん？お？終わったようじゃな。いや、まだ終わってはいません。奈落はまだ生きてますからね。でもまあ、奈落の思惑を一つ潰してやったからいいんじゃない。一つじゃ足んねえよ。おい、水汲んだぜ。ハチ、二人とも無事だったんだね。カゴメ様、ハゴルモが戻ってきました。ミロクの旦那の釈状もほら、目が覚めたら突然天から私の手に舞い降りたのです。へえ、ちゃんと持ち主のところに帰ってくるんだ。ワンちゃんみたい。サンゴ、あの時琥珀はとっさに姉上と呼んでいた。それだけでも大変な進歩ですよ。ありがとう、宝石様。私もそう思うよ。おじい様、なるほど、かぐやは美しかった。旦那、宝石様、何考えてんの？心配せずとも、私の天にはお前一人だよ。あんた、アホじゃ。流れ星は私の願いをちょっとだけ叶えてくれた。おとぎ話のかぐや姫は月に帰ったけど、私たちの旅はまだまだ続く。カゴメちゃん、カゴメ様、カゴメ、ひどい、置いてけぼりなんて。おけずしてっからだよ。何よその言い方。まあまあ、せっかく影を倒したんだから。そうそう、今日くらい喧嘩をやめたら。
お、そうだ。サンゴ、我々も。いきなり何すんのさ。何って、ここは一つ我々もカゴメ様を見習ってですね。わー、知らない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 、何にも覚えてない。別に俺はしたくてしたわけじゃん。ちょっとそれどういう意味よ。別にどうもかも、大体あれはおめえが勝手に。犬やっしゃ、お座り。犬やしゃ、もっと大人になれ。